は今年で15年目、平成8年の第3回大会に福岡市を訪れて以来、福岡市、熊本、高知、島根の4地区が4年に一度お互いにホームステイをしながら交流を図っています。バスケットの試合のない日にはホストファミリーたちと一緒に買い物や観光を楽しみます。交流事業の始まった15年前に日系4世の中学生として参加していたのがダーリン清志神山さんです。当時男子チームのキャプテンを務めました。神山さんはこの交流大会をきっかけに日本に興味を持ち、人生が大きく変わったといいます。4年前に来日し、現在は福岡市内の中学校でボランティアとしてバスケットと英語を教えています。第1回は、ね、本当にちょっと日系4世たちがちょっとやってみましょうの気持ちがありました。まあ、続くか続かない、ちょっと、まあ、まだはっきり決めてなかったけど、でもやっぱりすごい人間関係できて、で今は第15回目 の、 4世、日系4世と福岡のエキシェンジになりましたけど、日系4世 の、 と福岡の、まあ、関係から、いっぱいの友達できて、で、僕はちょっと、家族のルーツというかね、おばあちゃんとおじいちゃんたちが、日本にだから日本に住んでみたかった。バスケ関係でなんか、まあ、多分、まあ、フィーバーとかインターナショナル、まあ、レフリーになれますか、なれません、ちょっと分かりませんけど、ちょっと、まあ、頑張ってみたいと思います。でもちろんこのバスケの、日本の子供はすごい、聞いてくれますから、すごい毎日本当に毎日ということで、これからバスケを教えたいと思います。この交流大会が平成8年から福岡市内で行われるようになったきっかけを知るのが、福岡市バスケットボール協会の松井さんです。声を聞いて確認するまでに、まあ、中学生の時代に外国に行ってホームステイする、まあ、それで子どもたちの視野が一つ広がることと、それとじゃあアメリカ人の、まあ日系とはいえアメリカ人ですから、向こうの人たちがどんなふうなことを考えているのか肌で感じてほしいということが最大の目的でございまして、あとまあそれから欲張って言うと、大人になった時にもう一度そのホストファミリーのところを訪ねて交流を深めてほしいっていうのが願いでございます。いよいよバスケットの交流大会です。勝ち負けを決めるのではなく、あくまで交流が目的。しかしプレーには全力で臨みます。どのような試合になるのでしょうか。日系4世の中学生も福岡市内の中学生も体格などはそれほど変わりませんが、プレースタイルの違いやスタミナなどの差もあり、この日は日系4世チームが勝っていたようです。グッド、ベリーファン、グッド、ベリーグッド、ショッピング、イーティング、ボーリ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 ング、温泉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 、すごい楽しかった。楽しかった、楽しかった。バリ可愛い、バリ可愛い。プリクラ。ロサンゼルスないらしいです。自分にとってやっぱ初めてなことなんで、とても勉強になります。英語とかすごく勉強になります。はい。で、これで英語とても好きになりました。はい。もうめちゃくちゃ強かったです、うん、もうプレーの仕方が違って、はい、びっくりしました。なんかやったことないので、もう楽しみで楽しみで、はい、なんか準備したこととかってあります？家が汚かったから綺麗にしたり、あとジンベエを買って渡しました。 I will go to Los Angeles last, next year! イエーイ。
looking forward to it. We love Fukuoka. 日系4世たちが英語ほとんど英語しか喋れないし、で、日本人はね日本語しか喋る、大体日本語しか喋れないけど、でもすごい仲良しとか、あのコミュニケーションとかすごい、フレンディーになることができてるのは素晴らしいと思います。いろいろちょっと自分の目でね、あの見に来たらそれは一番ベストと思いますね。なんかこれからちょっとあのロサンゼルスと、まあ、福岡、ね、ロサンゼルスと日本のちょっとそうね、佐々木あのその橋のちょっと仕事か、ね、目標を作ろうかなと気持ちがになりました。バスケットを通して15年間築いてきたもの、そして短い日程の中で今年新たに生まれたもの、今後もそれぞれによって形を変え交流の輪が広がっていくことでしょう。せーの、福岡ロサンゼルス、グッデイ。こういう交流があってたんですね。こうバスケットボールが弧を描くようにロサンゼルスに交流のアーチはかかっていたということですよね。そうですよね。綺麗な表現ありがとうございます。すごい、わざわざあの繰り返さなくてもいいんですけどもあの今回登場していただいた日系4世の神山さんが、はい、15年前、はい、一番最初の交流の時に参加されてて、でそれからちょっと人生が変わったということで今ね、うん、4年前から福岡に来てボランティアで英語とバスケットボールを教えてらっしゃるということなんですよね、うん、そうですよね。私もあのロスに10年前ぐらいにホームステイしたことがあるんですよ。そうなんですか。でもやっぱ日常生活も違うし家族の結びつきも違ったりとか、うん、もう実際に肌で触れてですね、なんか学ぶことがいっぱいあるんですよね、うん、あと英語も身近に感じられたりしてね、うん、みんな喋れるようになるんじゃないですかね、うん、今回あの向こうから来たと、で来年は今度は福岡からロサンゼルスの方に行って交流をすると。じゃあそのために英語も頑張るとか ね、なんかこう勉強でやろうとしてもなかなかできないんですけど、うん、こうやって実際に交流してるともう覚えてないと会話ができないから自然とこう学びたいなという気持ちになるのもいいですよね。そうですね。だこうやって交流が続くことによって第二の神山さんが出てきたらまた交流の裾野が広がっていくというので、そうなってくれたらいいですけどもね、はい、素敵にマイライフお送りしました。